ビビアン・ライは、香港の女性歌手。愛称は、細、うい、小音ロ泥水など、香港生まれ。赤岩は、関東南海。1990年に、BMG からデビュー、ポリグラム、EMI、ユニバーサルを経て、2002年から活動休止していたが、2016年に、スターエンターテインメントから CD を発表、活動再開した。 ビビアン・ライは1989年に歌謡大会で優勝し、香港における有名音楽プロデューサー、アンガスに注目される。1990年に BMG と契約、文行でデビュー。翌年ポリグラムに移籍した際、その中心的スターであったプリシュラちゃんが、米国留学で活動停止したので、性質の似ているビビアン・ライに期待が集まる中で、我が重車理開始を発売。 その中の曲、怒り受けがヒット。後、浮き不採来たるもテレビで人気が出て、テレビ番組のホストに起用される。一人ゆう一個無双は、ゴールドディスクとなり、三つの賞も受賞。1995年には、台湾デビューし、北京語での曲を発売。1997年、力ずれコードと契約するも、1998年に倒産。松田聖子の 大切なあなたを、陽光路上というタイトルで、関東語でカバーしている。2002年に EMI から引退前の最後のアルバム、Dream s c ト m True を発売。香港コロシアムで初めて単独コンサートを開催。終了後、芸能界からの引退を発表。その後、実業家、祖剣氏の三男、祖と明と結婚。数を数めを設ける。 引退後はメディアへの露出はほとんどなかった。2008年、コンサートの特別ゲストとして、友人のカレントン、ウィニーラウトが主張。2013年にチャリティーコンサートを行う。2014年に離婚したことが発覚。2016年8月にスターエンターテインメントと契約。12月に新アルバム、関音を発表し、活動再開。ありがとうございます。